どうも皆さんこんにちは、イーサンチャンネルです。会場はカホテラスでも雰囲気はまるでカリフォルニア、そんなカリフォルニアファーマーズマーケットお邪魔していました。それでは行ってみましょう。バイカーの皆さんも続々と集まってきました。どんなお宝があるかワクワクしますね。こちらは飯塚のデッキンさん、愛車のショベルが決まってます。サイクルシックさん、お邪魔してみたいと思います。こんにちは。じゃあ、こんにちは。今日はなんかすごいの持ってきてますね。いや、すごいのありますよ。これ何なんですか。これかっこいいけど、このディガースタイル、これはディガースタイルで、はい、1955年の KH の70年代のディガースタイル、はい、KH やけど、こんなことなんですけど、そう、もともとサイドバルブのエンジンだったんですけど、はいはい、OHV にカスタムをされたもの。サイドバルブが OHV にわざわざ名付けるっていう、すごいですねこれね。ですね、うん、またこれなんか雰囲気が結構やばいですね、はい、これ結構で、なんかサバイバーで、うん、タンクとかのペイントも当時のまま、うん、このまま残っている、はいはい、これほらパイレーツ・オブ・カリビアンみたいなすげえかっこいい。これことかキャプテンがいてますね。キャプテンがいます。しかもなんかあの宝箱から金色のそのエンジンが出てきているっていう。探してる。あ、探してるんですかこれすごい宝がこれかっこいいな。で、しかもこれなんかお値段がお手頃なんですけど。そうです、235万。はい、でも今フォーセールなんで。フォーセール235万、フォーセール。ぜひですよこれ。お願いします。ちょっとまたがってみていいですか。はい、似合うかな俺。あ、似合う、似合います。めっちゃお、なんかこれコンパクト、これすごいなこれはいいな皆さん、あの気になる方は、はい、YouTube 概要欄に、サイクルシックさん、あの URL 添付しておきますので、そちらからあのクリックしてアクセスしてみてくださいね、この車両。これでなんかまたさらに後ろにも、これはマニアックな、ヤマハの GT っていうバイクで、ヤマハの GT、まあ、多分自分のお父さんとか、うん、その世代の方々よく見てるバイクだと。あ、そうなんですね。これも動きます。おー、なんかもうこれもすごいやれ感がねいい感じですね。やれやれですね。やれやれ感が、はい、でこれ15万。15万です。おー、15万、リーズナブルリーズナブル。こう来てこう、こうっていうラインナップがまた面白いですね全部今極端ですねこれ。はい、全部今フォーセール、フォーセール中、はい、なるほど。でなんかこちらの方にもなんか気になる商品があるんですが、うちはもう全部ヴィンテージのヘルメットとか、はいはい、うん、ランプとかいろいろ売ってます、うん、マニホールド S&S のマニホールドですかこれ、うん、軽っ。なんかおしゃれですねこれ ね、 なんかね、うん、これバイクに使わなくてもなんか いけますねこれね。飾ってもいいですね。確かにこれかっこいい。でこれもかわいい。これもかわいい。40年代のランプです。デスクランプ、うん、1万円。うん、でこちらは70年代のこれもランプ、ペンダントランプ、はい、サイクルシックさんはバイクだけじゃないですね。そうですね、なんか
ヴィンテージ好きなんで。ヴィンテージ好き、なるほどね。で、こちらは、こちらはウェアになります。ウェア、ユーズドのウェアですね、ユーズドのウェア。はい、そのこれなんかかっこいいですね。ベイツ、ベイツ、おお。70年代はいはい。え、2万5000円。そうなんです、ね、これベイツです。あ、本当だ。サイズが、32です32。ちょうどいい。おお、誰に？これに、ちょうどいい。かっこいいな、これ。オリジナルのロンティー。うんうん、オリジナルロンティー、これですね。これ、これ L サイズ。うん。お、黒とかもあるんですね。はい。なんか違う色広げてみていいですか？あ、はい。これは黒。黒に。黒にオレンジ。オレンジ。カーレーカラーですね。うんうん。あ、そういうこと？これいくらなんですか？これ3000円です。お、3000円です。え、いつも3000円なんですか？今日だけ。今日は3000円です。今日は3000円。白。お手頃ですね、なんかね。白、白かわいいな、これ。白かわいいですね。ね、フォードとかみたいな。うん、色合いがかわいいですね、うんうん、青と、うん。これは光るんです。あ、これは何するの？これは普通にバンドなんですけど。くるんってなるやつ。そうです、そうです。はい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 。これここ押したら光るんですよ。あ、これね。はい。あ、ほんとだ。すげえ。これ、うん、CC バーとかハンドルとかにこうつけてたら、はい、あ、なるほどね、はい、ウィンカーみたいに見える。あ、確かに。あ、これもサイクルシックの。サイクルシックの、はい、オリジナル。オリジナルです、これ。面白いもの作りますね。これ結構面白いです。うんうん、うん、かわいいし、かわいいですね。夜見たら結構明るいんですよ、これ。ほんとウィンカーと勘違いしちゃう。おすすめですよ、これ。おすすめです、これ。あれ乗ってる方は特に。うんうんうん。え、ちなみにいくらなんですか、これ。1800円。安い。1800円。これネットでも買えるんですか。ネットでも買えます。ネットでも買えるってことですか。インスタグラムから。はい、面白いですね、これは。これですね、ニューヨーク市警のオフィシャルの、うん、オフィシャルの。なぜかニューヨーク市警来ました。ちょっと開けてみてください。え、何が出てくるのかな。開けたら、はい、お、すげえ。マトローシカみたいな。もう一個来る。はい、もう一個来る。どうかな。あ、え、これ、これ2個で3000円、はい、3000円。あ、2個で3000円、はい、お得です。お得っすね。2個出てくる、面白い。これ開けてみないといけないですね。いや、面白い商品いっぱいありましたね。サイクルシックさんでした。サイクルシック、ありがとうございました。視聴者さんからお声かけいただきました。こちらはバルカンチョッパー久さん。ありがとうございます。イエーイ。はい、続いてはアルトポンテムさん。こんにちは。こんにちは。どうも、おはようございます。なんかおしゃれなのがいっぱいあるんですけど、はい、どういったお店なんでしょうか、これ。うちはメキシコがテーマの、はい、メキシコがテーマ、はい、メキシコがテーマのウエスタンの発祥地がメキシコなんですよ。あ、そうなんですか。一応アメリカって思われがちなんですけど、もともとメキシコのチャレリアっていう馬術競技、はい、から始まったデザインのこういうステッチデザインとかあるんですけど、ね、それをこうして、あ、こうブーツとかね、入ってますね、ここ。あ、です、ね、それをハンドメイド、手縫いで全部作って、はいはい、こういう風にメキシカンなものを作ってる革屋ですね。あ、なるほど。これ全部自分で作られてるんですか。そうです、私が全部ハンドメイドで手縫いでやってます。すごいですね。まずなんかこれ気になるんですけど、すごい手が凝ってますね、これ。これそうですね、ボディバッグなんですけど、はい、こういう風にインレイとかやって、うん、まあ、これ黒っぽく見えるんですけど、肩押しですね、うん、あ、肩押しなんですか。はい、まあ、一応こういう革たちで本物の黒子も使ったりとかもできます。ボディバッグ作ってもらっていくらぐらいするんですか。ものによるんですけど、これもともと6万2000円で売ってたんですけど、はいはい、まあ時間が経って、はい、一応現品限りっていうことなので5万3000円になってますね。あ、今はこれ5万3000円。ちょっと見ていいですか。はい、いいですよ。肩紐は中に入ってます。すごい、こんな感じでかっちりしてますね。あ、こんな感じになるんですね、はい、同じモデルの革違い。はいはい、おしゃれ。福岡古賀って書いてありますね。じゃあ工房が古賀にあるんですよ、うん、
ですね、完全アポイント制ではあるんですけど、完全アポイント制なんですね、はい、一応あの来訪も可能っていう感じですね、はいはいはい、こんな感じです、似合いますいい香りがする皮の、いいですね、中はポケットとかは、ちょポケットが1箇所、あここにあるんですね、ポケットがあります、1箇所1箇所、おお、あの既製品って言ったらやっぱり機能性重視なので、うんうん、ポケットがいっぱいあるんですよ、あ、はいはい、でもうちはあの機能性っていうよりもどっちかというと長持ちっていうのに重きを置いてるので、長持ち、はい、やっぱりポケットがあればあるほどそれだけ縫い目も多くなりますし、うん、負荷がかかるので、うん、長持ちはしにくいんですよね、なるほどね、そういうことなんですね、はい、勉強になります、やっぱり何十年とか持って使っていただきたいんで、はい、極力そのシンプルにして、なるほど、でオーダーがあればポケットの数は増やせますよっていう感じで作ってます、うんうん、基本ベースはシンプル、シンプルね、そんだけ穴開きますからね、やっぱりそうなんですよ、はいはいはい、で物をやっぱそれだけ詰め込むっていうとパンパンになってくるので、うん、糸のこういう縫い目がこう、うん、なんかね、こう広がってくるっていう感じですね、うん、おなってくると、はいはいはい、いやいや、こだわり感じますね、なんかあと財布とかも、ね、財布とかもそうです、アルトポンテムさんおしゃれですね、いろいろあるんでですね、あの YouTube の概要欄の方に Instagram とあとウェブサイトの方も貼り付けておきますので、気になる方はそちらからアクセスしてみてください、ではアルトポンテムさんでしたありがとうございます、ありがとうございました、どうも、 YouTube もあるこちらは広島県からアンティークステイトさん、アメリカン道路看板やヴィンテージヘルメット、毎回掘り出し物が盛りだくさん、今日もにぎわってますね、こちらはオリジナル家具販売のローズデイズさん、木製ドラムのテーブルやユニークな家具雑貨をとてもリーズナブルな価格で販売されています、おしゃれですね、ワイスピグッズも揃ってます、お、あ、買っちゃいました、何買っちゃいました、おー、はい、あ、デニムだ、本当だ、すごいですね、これおいくらで買ったんですか、4500円、おーリーズナブルな、いいの手に入れましたね、うんうん、すごいおしゃれ、うわ、ありがとうございます、おしゃれ、合うね、おしゃれです、合いますね、合いますね、うわ、ありがとうございます、こんにちは、こんにちは、今日どちらからですか、飯塚から来ました、飯塚から、はい、地元なんですね、はい、そうです、お名前は、ひなです、ひなちゃん、はい、よろしくお願いします、お願いします、なんか登場からかっこよかったですね、ありがとうございます、このバイクは何年式の何になるんですかね、2003年ですね、あ、2003年のこれツインカムなんですね、ツインカムです、結構なんか雰囲気がかっこいいですよね、かっこいいですね、ですよね、フロントはスプリンガーだし、そうです、で、この前後キャスト、これ全部カスタムされたんですか、これもともと父が乗ってたハーレーで、そうなんですね、はい、それを自分が免許取ってもらったって感じです、はい、あ、お父さんがこれカスタムしたんですね、あ、そうです、あ、こちらが父、イケメンですね、お父さんセンス抜群ですね、かっこいいですよね、え、あ、彼氏、あ、彼氏、彼氏、彼氏くんは、あ、こちら、こちらのバイクですね、これ何でしたっけ、ヘイストですね、ヘイスト、はい、アメリカのバイクなんですかこれ、はい、250cc、 そうです、すごいね、ヘイスト、
チョッパーファミリーで、お父さんのを紹介してもらっていいですか。お父さんですね、はい、これはパパはショベルですね、はい、何年式85年式1985年、はい、なんかアメリカから日本に入ってきた唯一の47台しか入ってきてないバイクの1台で、へえ、これなんかオイルタンクすごいですねこれ。これ何なんですか。分かんないですか。これ初めて見たらかっこいい。これ お父さんがチョイスされてこうつけられたのか、選ばれたの。いやいや、もう最初から最初から。いやいやいや、いいの見せていただきました、はい、ありがとうございます。飯塚からひなちゃんファミリーでした。ありがとうございます。ありがとうございます。続いては、アメリカン雑貨 LAX さんお邪魔してみましょう。こんにちは。こんにちは。あ、なんかあれですね、もうザ・アメリカン雑貨で、そうですね、おしゃれなのがいっぱいあるんですけど。ありがとうございます。なんか珍しいのとかあるんですか、ね、珍しいの、はい、珍しいので言ったら、まあ、結構この看板系はうちあの、うん、現行品が多いんで。あ、現行品、はい、はい、これも現行品なんですか。あ、そうです、現行品になります。あのもうレプリカというんですかね、ちょっとヴィンテージ風に作られたりですね。あ、ヴィンテージ風なんですね、はい。まあ、でもこの辺は珍しいのかなと思います、ね、うん、お、え、意外とリーズナブル、4400円。あ、そうです ねかっこいい。なんかいろいろありますね、はい、ザザーとおもちゃがあって、こっちはなんか、こちらそうですね、今回のなんかあのイベントの趣旨にぴったりな。そうです、ね、アメリカンジンギスさんがこういったイベントを開催するって聞いたんで、はい、もう集めてきました、うんうん、あの告知にもこの M&M がいっぱい出てきてましたがそうですね、これですね。これってなんか動いたりするんですか。これはいや、ディスペンサーなんで動くのものもあれば、もう置いたままのもの、置いたまま、これは手が動きますね。ここにチョコレート入れて動かすとお菓子が出てくるんですね。あ、出てくるんですか、はい、かわいい。ただもう皆さんインテリアとしてこう飾って使われたりしてます、ね、うんうん、古いんですよねこれ。古いです。何年ぐらい、あ、何年ぐらいですかね。これで90年代とかですかね。90年代、そうですね、90年代だと思う。7480円、大体そのぐらいの値段なんですね。そうですね。お、かわいいな。これかわいいの、また9900円。なんか出てくるんですかね、これ。ここからそれも、はい、お菓子が、お菓子が出てきます。これあのこうボタンを押すとギターを弾いてメロディーを奏でて、今動くんですか。今、はい、動きます。あ面白いですね。なんかこれなんか変わってますね、これ。そうですね、これ復刻のヴィンテージボトルを、すごい、はい、ちょっとファットな感じなんですね。そうですね。こんなの昔あったんですか。昔が、そうですね、一番最初がこれだったのかな。え、最初それだったんですか、はい、でこれが上がコルクだったんですよ、はいはい、で、こっちの瓶に変わって、でだんだん今の瓶に近づいてくるっていう。なるほどですね、はい、これやばいですね、これね。そうですね、結構珍しいです、ね、これかっこいい。これ売り物じゃないんですか。これはこれもうセットで。あ、セットで、はい、販売になります。あ、全部セットで1万円、はい、1万1000円、はい、すごい。そうですね、 ET かわいい。これ何ですか。これそれもカードです。あ、カード、はい、でもうそれ80年代ぐらいになると思う。すごい。で中にまだあのガムが、ガム入ってる、ガムが入ってるんです。食べれるんですか。食べれないですね。もうパリパリになってます。これすごい。では LAX さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。こちらは福岡から G モーターサイクルさん、青木社長です。このバンヘッドかっこいいですよね。フォーセール中です。皆さんいかがですか。続いて成富オートペットさん、ガラクタかお宝か、その価値を決めるのはあなた次第。じゃじゃん。では、DLMS の西さんです。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。今日なんかちょっと一見なんかラインナップが違いますね。
ちょっと今日はイベントの趣旨もね、なんかこう、はい、バイカー系っていうよりアメレ雑というか、うん、そういった雑貨寄りのものだって聞いてたんで、うんうん、ちょっとなんかカラフルなものを用意しました。なるほど、トートバッグ、うん、そうですね、うん、おしゃれですね。これもあのハンプ使ったトートバッグで、うん、まあ、ちょうどもうランチバッグだとか、うん、あのゴルフ の, あのラウンドバッグとかに、ね、ちょうどいいサイズ感のやつ、はいはい、これベルトもこう肩からもかけられるですね。ここはぬ、まあ、革ですね。革、うん、ヌメ革を使って、ヌメ革おしゃれで、バチッとこれもうのり付けしてあるやつなんで、うん、中が入ってなくて も, もうちゃんとどうだろう、あ、肩崩れしないんですね、うん、確かに、まあ、使っていくとジーンズと同じで馴染んでいくってやつですね、うんうん、これは3500円、通常はまあ5500円なんですけど、まあ、あの今日はイベント価格ということでイベント価格でねやっております。これはいいですね。この辺とかがじゃじゃん、ヘルメットバッグ、ヘルメットバッグ、まあ、通常のよく言われているヘルメットバッグっていうよりも、うん、まあ、コンセプトが、まあ、日常に使いやすいあのバッグっていう形で、うん、ちょっとあの普通のヘルメットバッグで少し小ぶりにしました、うんうん、で、うん、このサイズ感になると、うん、まあ、本当にあの例えばフルフェイスの大きいヘルメットとかになると、うん、まあ、入らないんですけど、うん、まあ、日常使いにっていうところがコンセプトなんで、うん、まあ、あのちゃんと、まあ、立てかけでもできるし、うん、あとはもうポケットの数いいっす、ね、より豊富、 PC も入りますねこれ。そうですね、うん、ちゃんとあの中にパッドも入ってるので、はいはいはい、でここに、まあ、長財布とかを入れてもらえるような、まあ、ちょっとした、うん、まあ、あの小さいポケットをたくさんつけてます、うん、でここに長財布があるっていうことだけで、うん、もうす、まあ、開けてすぐもうすぐ取り出しがしやすい、うんうんうん、より日常に向いあの適したバッグとして成り立ってます、うん、なるほど。ちょっとあ変わってみていいですか。お願いします。財布も出ちゃう。ヘルメットも入るんですかこれ。あの半ヘルぐらいだったら入ると思います。半ヘルだったらね。ここにもポケットがあるんですね。そうですね、これは容量がかなり大きいですね。まあシールドなしのジェッペルぐらいだったら入ると思います、うんうんうん、でほんのちょこっとなんですけど下町も作ってるんで、はい、ああちょっと軽く丸みが出るようになってるんで、ああ、なるほどですね、うん、おしゃれ。これおいくらなんですか。これまだね、あの、うん、販売前のサンプル品になるので、はい、まあ、これからなんですよ。これからなんですか。値段もだいたい1万5000円から2万円ぐらいの中で、はい、販売できればなって考えてます。なるほど、1万5000円から2万円ぐらいの間。続いては、うわ、あとはこのリュック、はい、これはあの本当新しいサンプルで、はい、すいません。リュック、バックパックですね。そうですね、うん、ちょっと大容量の大容量ですねこれ。本当これこそ本当に、うん、まあ、ヘルメットが入るようにちょっと考えてて、うんうん、この下のまあ、ボトム部分、下部ポケットを開けるってもらうと、はいはい、まあ、これ仕切りがついてるんですけど、はいはい、ここに大きめのヘルメット、ね、僕の入りますかね、うん、これじゃじゃん、まあ、こんな感じで締めてもらったら、おお、すげえ、はい、お、入っちゃいましたね。で中に仕切りもあるんで、はい、うん、まあ、汚れも、うん、まあね、上と下で仕切りがついてるんで、うん、汚れ物とかでも汚れてる場合とかでも、うん、まあ、中が汚れないで、まあ、街にお出かけしてね、お買い物とかしたりとか、うんうん、ヘルメット邪魔だったらこう入れていける。そうですね。であとはいろいろと本当これも、まあ、ポケット、あ、上にもいっぱい、うん、ついてて、うん、あとこっちここに、うん、本当の、防水ポケット、はいはい、例えば、まあ、折りたたみの傘とかもこう、うん、このまま入れてもらえるような感じの、なるほど、こういうポケットになります。ここはね、ラバーなってますね、うん、しっかりとした。この辺はこの辺もポケットになります。あとはもう使いやすいように。すごいですね、まあ、例えばここに長財布入れてもいいしっていう感じで。ポケットだらけ、うん、これキャンプにいいですね。これバイクキャンプにで本当生地もすごいハードなやつ使ってるんで、はい、もうこれはもう絶賛、まあ、おすすめできるというか、これですよ。カラーなら、まあ、まあこうね、カラってもいいし、これなんかキャンプに行こう。そうなんですよ。だから CC 場にくりつけていけるんじゃないですか。だからここにもう一本、これはまだサンプルなんですけど、うん、ここにこうベルトつけて CC 場にストンと通せるようにとか、うん、したらいいなって今考えてますね、うん、ね、
置ける、うん、立つリュックになってるんで、すごい。これもまだ販売予定予定。おいくらぐらいを。これも大体まあその1万5000円か2万円ぐらいで、1万5000円からいければなと、はいはいはい、考えてはいます、ね、はいはい、楽しみですね。あとはですね、うん、あとまあ最後にこういう長財布、うんうん、まあ、このダイヤステッチ、はい、中財布を一応考えてるっていうところまでが、まあ、新シリーズで新ラインナップで考えてます、はいはい、まあ、これが全てまだあの販売前のアイテム。これも本革。そうですね、うん、これ以前見ましたっけこれ。いや、その時よりまたあの革の素材も変えて、ま、お結構カード入りますねこれ。こっちにもこっちにもカード入る感じ。小銭。これもいろいろ試作を重ねて、うん、違うですね、マットなタイプとツヤありタイプ。あとここの町の玉の部分を、はい、あの 太いか小さいのかいろいろ考えながら、まあ、こっちって多分いくと思います。あ、高級感ありますねこれね。ここにあのビーカーもついてる、光るレザーの素材で、うんうん、まあ、クロムエクセルみたいな雰囲気です、うん、いいですねこれ。これはおいくらぐらいの予定なんですか。これもだいたい1万5千円か2万円ぐらいでいければなっていうところですね、はいはい、うんうん、本革はい。それでは DLMS の西さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。響ちゃん似合ってますね。地元飯塚市からお越しの柴田さんです。ありがとうございます。ハハ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 ハ。足も全部、靴も一緒な、全部一緒です。お、頭も、頭も、お、タンカースヘルメットにこう鉄筋かぶるみたいな。鉄砲もあるよ今日は。ブラッド・ピッターが使えたの同じの。あ、これ、お、あとここにも、うん、これも手作り。いや、これは手作りではない。手作りではない。こんな感じっすよ。すごいね。そんな感じっすよ。楽しんでいきましょう。はい、ありがとうございます、はい。それでは飯塚市から、ベアーズさんお邪魔してみたいと思います。こんにちは。こんにちは。こんにちは。なんかすごいなんか大人気ですね。こう常に大行列のお店なんですけど。そうですね。どの辺が人気の商品でしょう。キーホルダーが今日売れてます。はい、はいはい。あとオリジナル の、うん、あのウェアとかですね。オリジナルウェアもあるんですか。はい、あ、ちょっと見せてほしいですね。半袖は1500円で。1500円、はい、めちゃくちゃリーズナブルですね。はい、これってロンティーですか。半袖です。あ、半袖ね。はい、すごい。刺繍なんですか。オリジナルで、はい、全部刺繍とプリントもしてあります。もうおしゃれ。1500円、オール1500円なんです。はい。すごい。はい、あとはロンティーは2000円で、今日イベント価格で、はい、ロンティーは2000円で。あ、ロンティー2000円、はい、今日は。なんかおすすめのロンティーとかあります？おすすめ。お、かっこいい。刺繍ですね。はい、刺繍です。おー、おしゃれ。すごいですね。バックプリント。はい。あ、バックプリントこうなんですね。これなんて書いてあるんですか。ジグスラグ。ジグスラグ。はい。他に何かあります。
いや、いろいろありますけど、いろいろあります。キャップとか、じゃじゃじゃん、はい、うまいね、すごい、はい、あ、キャップもこれも全てオリジナル、オリジナルなんですか。刺繍とか、はい、デザインも、はい、あ、かっこいい、スラッシャーみたいな感じで、そうです、そうです、スラッパー面白いですね、こんな感じで、はい、え、これスラッパーとか、これなんですか、これ。スラッシャーのパロディーみたいな感じで作ってるのと、はいはい、まあ、お店の名前ですね、ベアーズ。うんうん、ベアーズ。はい、あと、オール3000円なんですか。そうです、そうです。おお、すごい。あとちょっと、うん、キャタピラみたいな。ああ、はい、キャタピラみたいですね。あと、ボタヤマですね。ボタヤマ。飯塚といえばボタヤマですね。面白いな。いろいろ、はい、あります。はい、すごい。はい。何でもありますね。ベア、ベアですね。おしゃれ。何て書いてあるんですか。熊神神宮です。熊神神宮。ベアーズのベアは熊、うん。あ、はいはいはい。ね、ベアの神社の鳥居を持ってる。はい。かっこいいですね、これ。かっこいいですよね。うんうん、はあ、これ外人の方喜びそう。はあ、ベアーズカンパニーさんですね。はい、あのインスタグラムとかありますね。あります。では、あの、それを概要欄の方に添付しておきますので。はいはい、気になる方はそちらからチェックしてみられてください。ではベアーズさんでした、ありがとうございます。続いてはスナッポンさん行ってみます。こんにちは、よろしくお願いします。じゃあなんかかっこいい商品がいっぱいありますね。最近もうグッズはもう本当、はい、こう出ては終わり、うん、出て終わりの繰り返しなんですよ。出て今は、はい、こうナンバーフレームとか、おーほうほう、おしゃれナンバーフレーム、うんうん、まあまあ工具全般大体工具屋さんなんですけど、はいはい、そうですよね、そうそうそう、うん、でもこうアトムブリックスレゴの高級版があったり、あ、はい、大人が作って5時間ぐらいかかる。なるほど、裏もすごいですね。そう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 、でスナップのロディーであったりとか、はいはいはい、あとまあまあこっちちょうど雑貨とかも、うんうん、これ何なんですか、これこれキッチンのミトンです。熱くならない。あ、はいはい、ごっついですね、なんかめちゃくちゃ鍋つかみみたいなやつですね。鍋つかみですね、はい、であとこう、はい、公園用のクッションとか、クッション厚めの足がいい、ごっついですね、これすごい。これおいくらなんですか。これ1500円です。あ、結構リーズナブルなんですね。意外とリーズナブルなんですね。え、でもなんかすごいですね、皆さん、これなんかねスナッポンさんだけあって、これ生地がもうほんとごっつい、めちゃくちゃいい。そうですね。であとは、うん、結局こういつもあるわけじゃなくて、はいはい、もうこの時しかないので、うちのグッズっていうのが、はい、期間限定なんですよ、全ての商品が。もう終わったらもう終わりっていう感じなので、あ、はいはい、まあまあその時見た時に買ってもらったら。なるほどですね、はい、これはトートバッグ、トートバッグ、はい、ちょっと大きめ、うんうん、靴もあるんですね、うん、だ安全靴ですね。安全靴、そうです、そうです、手芯入りの作業、はいはい、作業靴みたいな、はい、おしゃれ、はい、まあ、各カラーって、うんうん、ですかね。あ、ですかね、はい、面白いですね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、ありがとうございます。スナッポンさんでした、ありがとうございます。若松の、ローリンさん、お邪魔してみたいと思います。こんにちは。こんにちは。なんかおしゃれなアンティークがいっぱいあるんです。おしゃれしか、そうですね、アメリカの、はい、ヴィンテージ、ヴィンテージですね、の雑貨っすね。なんか50年代のものを中心にっていうことですね、はい、うん、50年代のものを中心に、はい、この辺とかすごいっすよ、なんか。そうですね、この辺のやつは。これ何なんですか、このこれデキャンターボトルですね、お酒入れて飲んだりとか、はい、これとか特にコルクなんですか。ココアの開いたじゃないですか、はい、こっから飲む。こっから飲めるんですか、おっぱいから。そうです。あ、最高ですね。これもこっちはないな。それは開けてる。それとこれが今回持ってきた中で おっぱいから飲めるタイプみたいな。これいくらなんですか。これがいくらつけちゃうんか。16,000円。16,000円。でもこれも年代もんなんですよね。あ、そうです。もう大体50年代、50年代ぐらいかな。これがちょっと新しかったかな。あ、これですね。はい。あ、まあでもネイティブかっこいいですね。うん、かっこいいですね。うん、うん、おしゃれ。新しいって言っても60年代かな。そうですね。まあ今回なんかちょっとボトルはいっぱい持ってきたんですけど、うんうんうん、
この辺はオキパイドジャパンかな、うん、日本が統治されとった時にアメリカから作られて、ジャパンメイドジャパンメイドなんですね。ジャパンメイドは、まあ、戦後っすよね。戦後アメリカに統治されとった時47年以降、1947年以降、50年代中期。おお、面白いですね。ぐらいかな。だけど、はい、ヴィンテージなんか、はい、まあ、こんなんもそうですけど、はい、ジャパンメイドのものが結構コレクターの中では年代がはっきりしてるじゃないですか、はいはい、レプリカントやないよっていう話ですよね。なんかだけど、まあ、ジャパンメイドがまあまあ人気。おお、ね、こんなふうに、はい、焼き物、日本の焼き物なんですね。いや、もう言うやそうなんです、うんうん、それを逆輸入してきて、すごいですね。面白い形ですね、はい、これとかなんかいいな。うちは黒猫飼ってるんで、ああ黒猫見るとなんか欲しくなりますね。それも一応パンサー中定なんですけど、はい、でも猫っすよね、顔が。あ、これパンサーなんですか。パンサーなんですけど、猫かと思った。あれ猫、猫でしょ。2万円猫なんです。なんか猫っぽいんですね、うん、猫っぽいですね。これは、これもボトルなんですか。それ何ですか。いや、それもだけ要は出来上がったボトルですよね。家でじゃーって、そうそうそうじゃーって、そう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 、ゲーって、そうですそうです、面白いね。まあゲーです、口からゲーってやつですね、これ。うちのトムみたいな。トムのデカンターボトル。これフリーメイソン。あ、フリーメイソンですか、これ。フリーメイソンのロッジから出てきとうやつですね、うん、おお、すげえ。フリーメイソンのロッジから出てきたやつ。あ、ちょ、葉巻をこう、ね、まあまあ、そうですね、大きさ的にはです ね、うん、このスマハイザーの。あ、これもフリーメイソンなんです ね、 マニアックですね。面白い。これとかかっこいいですね。それはイギリス製の、はい、イギリスの、あの、いや、日本語で言うたら湯たんぽです。アンカー。あ、湯たんぽなんですか。湯たんぽを改造して、改造してランプにした。はい、ランプにしてます。おー、ランプ、これちょっと光るんです、ね、そうです、そうです。ランプ台が湯たんぽっていう話。ここもなんか配線も布巻きでした。そうです、昔のパーツを使って作ってもらったやつです ね、 ね、かっこいいな。ちょっと渋いですよ ね、 すね。アメリカのヴィンテージとはちょっと雰囲気が違うかな、うんうんうん、ありますね。これとかもかっこいいですね、何気に。それっすね。そう、多分面識はちょっとはっきりせんけど、これ40年代後半ぐらいはないかなと思うんですけど、はい、つきます、これちゃんと。あ、つくんですか。はい、これかっこいいですよね、意外と。かっこいい、うん、なんかこの辺の50年代のちょっとキラキラした感じとはちょっと違うんですよね、うんうんうん、なんか、うん、これは、あ、日本の、古着で売りよスカジャンと同じことっすね、スーベニアの。要は向こうに帰るときに、あ、なるほど、はい、日本の思い出になるけど、はい、まあ、米軍さんが買って帰る。そうです、そうです、まあ、辻褄合わんすよね。五重の塔と大好きな日本のものが全部あるよ。全部盛り込んだんですね。全部盛り込んで、なるほどですね。一枚のそういうもので これはただの壁掛けっていうか、こう、敷物なんですけど、はいはい、あとはクッションカバー。クッションカバー、あ、そっちですね。こんな感じとか、それもクッションカバーですね、はい、かっこいい。こんな、なんか、まあ、お母さんになんか出てるんですね。こう船が戦艦ということから、これも年代もんなんですね。そうですね、こんなんとかも、これも、うん、もう要は、あ、かっこいい。刺繍からしたらもう多分ヴィンテージのスカジャン。スカジャンですね、ちょっと古い刺繍やけ。シャレ古いですね。ああ、こんなんいくらにするんですか、これ。いくらつけとんかな。1万5000。1万5000円。ああ、まあ今スカジャンでももう20万超えるようなですよね。はい、ヴィンテージそのぐらいの値段ですよね。リーズナブルですね、まあ、そんな高い値段じゃないと思うんですけどね、うんうんうん、すごっ。そうですね、まあ、あの、古着と違って雑貨は、うん、まあ、ちょっと程度が良くないと逆に売れんけ、はいはい、ですね、この辺の持ってきたやつ、割れとか、うん、デニムとかはですね、うん、なんか味があってとか、うん、色落ちがとか言うけど、うん、雑貨に関してはもう程度が命っていうか、うんうんうん、向こうの言葉で言うとこのミントコンディションはないと。ミントコンディション、ミントコンディション、へえ、いい状態のものやけど、うん、ちょっとなかなかですね、うん、この辺の陶器のものは割れちゃったりとか、はいはい、どんどん値段が高い。あ、だけど、まあ、ユーヤー70年とか、はい、80年前、80年近く前のものがこの状態であるって考えたら、確かにすごいですね、雑貨はですね、うん、あの、インスタグラムでとかもされてるんですか。インスタあります。あ、そうなんですね。はい、ローリンで多分上がローリンさんで、はい、上がってると思います。そっちからも、あの、購入できたりするんですか。あ、購入はですね、今そのホームページ的なものは作ってないですけど、うん、まあ、本当に買うんであれば DM でやり取りして買うことは全然できます。なるほどですね、はい、じゃあ、あの、またまたその概要欄の方にローリンさんの、URL を添付しておきます。
ちらからチェックしてみられてください、はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ロビンさんでした。続いてはホリデーミーティングの木村さんです。こんにちは。こんにちは。中に面白いものがあるので見せてほしいんですか。あ、ヴィンテージの、はい、まあ、今回あの、うん、ガレージ持ってる人なら、はいはい、絶対は置きたい三種の神器。三種の神器ですね、はいはい、大きいバージョン、小さいバージョン、はいはい、小さいバージョンを持ってきてます、はいはい、大きいバージョンは、うん、給油ポンプ。給油ポンプ、はいはい、自動販売機、はい、消火栓、うんうん、で小さいバージョンは、はい、まあ、よく公衆電話。あ、公衆電話ですね。かっこいい。これね、50年60年ですね。おー、いいな。パーキングメーター。パーキングメーター、はい、と消火栓じゃなくて消火器。消火器、起きた消火器来ましたね。はい、これ真鍮ですね。こっちステンです。年式がやっぱこっちの古いです。はあ、はあ、こっちですね。やっぱアメリカの消火器。そうですね。だから中に書いてるように、はい、火星ソーダが。火星ソーダ、これ実際使えるんですか。使える、まあ、中これは抜いてます、うん、これは入ってます。あ、それ入ってるんですか。はい、すごっ。で、はい、ヴィンテージの三種の神器のちっちゃい方はこういう感じですね、うんうん、で、まあ、商売はやってないんで、はい、自分のガレージで、はい、お母さんとの約束で一つ買ったら一つ売るという約束なんですそうなんですね。そうそうそう。今日はこれ売ってるんですか。全部売ってます。はい、ちょっと、まあ、皆さん心に刺さらないと買えない値段なんですよ、うんうんうん、お、これやあった。4万8000円。あ、じゃあこれ ネタバレしましょうね、はいはい、これ本当に買った時の値段がここあるんですよ、はい、380ドル。はい、380ドル。はい、120円レートです。はいはい。で、だいたいこんなもんです。ああ、なるほど。でも今コレクションの放出なんで、うんうん、アンティークショップじゃないんで、うんうん、お安く出してます。なるほどですね、はい、ただお安く、ね、金額見るとお安くないんで、はいはい、やっぱり心に刺さらないと買えないとか、うんうんうん、かっこいいですねこれ。やっぱね、いいでしょ、うん、いい。なんかガレージにこうちょっとあるとですね、はい、うんうん、何これ。で、面白い話は今日気づいたんですけど、うん、今の中学生ぐらいの子供は電話をかけてって言うと、うんうんうん、こうやるあー、回さない、回さない。なるほどですね、これですねもう我々はね、もう、もう当たり前のように回すでしょ。回します、ね、回すよ、うん、今の子はこうですね。 あれってなるんですねおせんやんみたいな。そう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 、これどうすんのいや、でもやっぱ売ってるとやっぱ人のこう会話の中で楽しいことがいっぱい発見できて楽しいです。アンティークもパーキングメーターもこれ10セント、うん、テンアワーズって書いてる、うん、ペニーで決済できるやつ、うん、これはコインの中入ってましたね、まだ。あ、そうなんですか。はい、ここ少し残ってますね。あ、本当だ、はい、入ってますよ。でもなかなかいいもんで、うん、どんどん値段が上がってますんで、はいはいはい、はい、三種の神器どれか一つ欲しい方は。なるほど、これ4万8000円ですね、はい、これもそこをネックに書いてるんですけど、うん、安いと思います。え、450ドル。はい、400、もうなんかあれですね、いや全然儲けてないで、100円、これレート100円ではいはい、あ、だけどもう本当その値段、その値段なんですね、はい、買ったっ新しいものを買ったら前のやつは売る約束です。ちなみにあれはヴィンテージではないけど、はい、孫を乗せる予定でオーダーで作ってもらったんです、はい、これです。あ、これですね、はい、作っていただいて、はい、この間のうちのイベントの時作ってて14万円ほど払いましたこれ売ってないんですか。売って、いや、もう売ってしまえという。売ってしまえということで値段が書いてある、ね、1、2です。あ、12万。はい、これお買い得ですね。いや、分かんないですね。もう孫乗らなかったです、泣いて。あ、そうなんですか。もう売ってしまえ泣いて泣いてぐらいダメですね。で、今日メタルのこのバケットシート、ね、いやいやいや、これもう本当完全に作っていただいたことで、オーダーメイドのことで、すごいですね。で、今日の僕の戦利品はこれです。あ、これブルーのストップです。あ、ブルーのストップ珍しいですね。ですよね、赤ですよね普通、うん、赤か黄色に黒なんですよ、はいはい、ブルーです。ブルーのストップ、ウォールマートの駐車場にあったのかな、うん、それはもう推測ですけど青を基調とするショッピングモールの駐車場かな、はいはい、とか想像をかき立てられてついつい買っちゃいました、うんうんうん、面白いですねで、これスナップオン、かっこいいですねこれ。これクリーパーですね。クリーパー、はい、車の下にこう入るやつ。隣スナップオンのショップがあるんですけど、はいはいはい、新品の方が安いですいや、でもこれウッドでなんかかっこいいですね。これこう裏のタイヤも こんな感じで、わ、すごっ、はい、バックの苦手な人ですから、はいはいはい、下がんないです。それで、まあ、今はもうほとんどこれを看板として、うんうん、はい、メニューボードにしたりとか、うんうん、多いですねこれは2万5000円、はい、これも買った時の値段です。そうですね、はい、リーズナブル。
パーキングメーターももう一台こっちですね。こっちはでっかいですね。これスタンドの方ですね。上についてるのは一緒なんですけど、はい、結構、うん、楽しく遊べるやつを用意してます、うん、ぜひぜひどっかのブースで見かけたら声かけてください、はい、よろしくお願いします、はいはい、木村さんから告知。アミ車の大好きな皆さん、おはようございます。はい、カホテラス、ここですね、はい、飯塚にあるんですけど、はい、ここの場所で第3日曜日、はい、毎月ですね、はい、晴れの日限定です。毎月、はい、うん、で朝10時から12時まで、はい、で自由参加、はい、自由解散、参加費無料です、はい、でまあ素敵なフードコートがありますので、うんうん、お時間のある方は中で少し食事をして、はい、使わせていただけますので、はい、ちょっとモラルを守ってですね、はい、みんなで集まって友達をたくさん作って帰りましょう、はいはい、アメ車の集まるいい日曜日にしたいな。なるほど、アメ車の集まるいい日曜日ですね、したいなと思ってます。いいですね、よろしくお願いします。ぜひお集まりください。よろしく。皆さんでした。コースね。ああ、秋田か。鼻くそついてた。久しぶりですね。これマムシちゃんじゃないですか。これオリジナルです。続いては、久留米からドライガーデンニコさん。こんにちは。お願いします。おしゃれななんか植物たちがなんか並んでますね。サボテンはココスヤシを専門として、はいはい、まあ、植栽から運搬全部やってるんですけど、はいはい、ココスヤシ専門なんですね、はい、ドライガーデンを作り出すっていう形で、はいはいはい、カリフォルニアっぽいやつですね。そうですね、はい、どれもなんかおしゃれ。これも、はいはい、セコーレ。あ、これがセコーレ、はい、なるほどですね。おお、もうこれレイアウトも全部やってくれるんですか。そうですね、お客様と話しながら、はい、いろいろ、はい、提案させていただいております、はいはい、すごいな。こんなん作ってもらってどのぐらいかかるんですか。まあ場合にもよるんですけど、まあ30万からぐらいですかね、うん、あ、30万からぐらい、はい、大きいのになるとやっぱりもう60万、はいはい、70万はかかってきま す, そ, す、ね、その木自体の、ね、値段も上がってきますからね。そうですね、なかなか今高いんで、はいはいはい、なるほど。このなんか、はい、このかっこいいやつは何ていうの。これはロストラータって言います。あ、これロストラータって言うんですね、はい、これはもう状態がいいものだけ仕入れてます、はいはい。ストラーダにこちらのサボテンは、はい、金シャチって言います。金シャチ、はい、サボテンの王様ですね。王様なんですか。はい、これいくらするんですか。これは今日は1万2000円でお出ししてます。こんな大きいのに1万2000円なんですか、はい、もうすげえ、結構売れちゃって残りこれだけになったんですけど。リーズナブルですね、1万2000円で。こっちの先のロストラーダはこれは今日は5万円税込みで。5万円、やはりこれはしますね、はい、ロストラーダ、これ家の庭に欲しいな。でこちらはこれアガベって言います。アガベ、はい、アガベですね。大きいな、これアメリカーナですね。アメリカーナ、はい、このサイズでこれいくらなんですか。これは今日は、3000円から5000円で出してます。え、そうなんですか、はい、リーズナブル。これでっかいんですよ、これちょっと映像で見たら。まだ大きくなります、ね、はい、そうですよね、地植えしたらどんどん大きくなる。そうですね、はい。あとなんか面白いなんか木とかあります。ココスヤシの、あ、これ三つ子ちゃんです。ココスヤシ、あ、これですか、はい、なかなかレアなやつ。三つ子、はい、一つの種から三つ出てるんですか、これ。そう、まあ、正確に寄せ植え生産者様がされてるんですけど、はいはい、まあ、でも仕上がりがいいんで、はい、バランスも良くてすごいですね、はい、でこちらもドラム缶リメイクで作った、うん、これ、はい、これはもうなんかもうここにちっちゃい世界観で。そうですね、ちっちゃいお庭作り、ドライガーデンができる、地植えできないお客様に、はいはいはい、これをそのまんま置いていけるように、うん、はい、これおいくらなんですか。これ今日7万円で7万円込み込みで。これはちょっとお買い得ですね、はい、ありがとうございます。すごいな、おしゃれ。アガベもあって金シャチにココスヤシですね。ココスヤシ、おー、はい、まあ、オールスター軍団を、はいはい、ちっちゃいですけど、はい、集めて。すごいな、これいいな、はい、では、久留米市からドライガーデンニコさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、続いては何かおしゃれな店があったのでお邪魔してみたいと思います。こんにちは。いらっしゃいませ。こんにちは。こちらは何
なんていうお店なんですか。小倉商店っていう。小倉商店さん、はい。何が食べられるんですか、ここは。一番のおすすめはこのタコスです。タコス、はい、300円。そうですね、リーズナブルですね。はい。他には。他に今日はちょっと売れちゃったんですけど、はい、カウボーイサラダっていう。カウボーイサラダ、はい、のがありますね。はいはいはい。こちらカウボーイサラダがこちらです。あ、これ、はい、うわー食べたかったの。600円。なんかそうです、ね、いずれもなんかリーズナブルですね。そうです ね、 ね、手を出しやすい価格で。はいはいはい、はい。もうタコスも売れちゃったんですか。そうです、全部売れちゃった。全部売れちゃったんですか。はい、そうなんですよ。いやいや、今度ぜひなんかイベントで、イベントに来られるんですか。タコスをイベントに、はい、今年からちょっと出ようと思って。あ、そうなんですね、はい。じゃあ今度なんかあのイベントで見かけたら、あの、はい、食べに来てみたいと思います。お願いします。ありがとうございます。飯塚で店舗もやってるので。店舗もやってるんですね、はい。よかったら店舗にも遊びに来てください、はいはい。インスタグラムとかありますか。あ、あります。インスタグラムがこちらですね。こちらですね、はい。じゃあインスタグラムはあの、はい、ぜひ覗いてみてください。 YouTube 概要欄の方に貼っておりますので。あ、お願いします。小倉商店さんですか、はい、ありがとうございます。ブートです。ブートさん。コロフィーです。え、コロフィーです。コロフィーさん。YouTuber です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、続いて、久留米市からびくりさん。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。今日はどんなの持ってこられてるんですか。一応オリジナルで、はい、こういうプランターと、はい、まあ、ビカクシダのこういう板付けのやつ、うんうんうん、足場板のやつとか、はい、あとは手作りのこういうおアメシャ、はい、一応マスタングと。おマスタング、ハーレーもあります、ね。そうですね、ハーレーのデザインのやつも作ってます、はい、こういうのを。おしゃれ。はい、全部手作りなんですね。そうですね。これとかも可愛いですね。ありがとうございます、うん。これでいくらなんですか。それで2000円ですね。木でできたやつが2000円で、うん、こういうブリキのやつが1500円で、はい、1500円、はい、これもリーズナブルですね、はい、すごい。あとこれはなんか、そうですね、これもこういうちょっと手作りで文字が入ってる、はい、コースターですね、うんうん。あ、コースターなんですね。そうですそうです、これこの辺はコースターになってます。はいはい、そしてこっちにも。そうですね。これはなんかこの辺は線抜きとか、はいはい、になってます、ね、ステッカーで。ステッカーがちょっと今引いてるんですけど、うんうん、雨ですね、はい、雨でっていう感じで。面白いショップがたくさんありますね。ありがとうございます。久留米からりくりさんでした。ありがとうございます。はい、続いては 3S ファクトリーさん、お邪魔してみましょう。じゃあこんにちは。なんかハンドルカバーがまず気になったんですが、めちゃくちゃ安いです。めちゃくちゃ安い。めちゃくちゃ安いです。え、これ今日は1000円なんですか。今日もイベント特価で1000円で出してます。1000円。通常うち店舗は大体2500円なんですけど、はいはい、まあ、ヤフオクは1800円なんですけどね。1800円。お、はい、お買い時ですね。お買い時です。これフリーサイズでぐるぐる巻いていく。あ、大体もう、うん、ワンサイズのみなんですけど、うん、まあ、ステアリングが大きかったらちょっと伸ばしてもらってっていう形ですね、うんうんうん、はい、大体プリウスぐらいからもうそこのあのスタッフさんが今日出てる、はい、今日取り付けさせてもらったんですけど。あ、そうなんですか。はい、うん、そこ2トンとかうちの積載車3トンとか、はいはい、そこら辺も全然負けちゃうんで。へー、はい、よろしかったらぜひ。いいですねこれね、はい、1000円ですよこれ。赤いいですねこれ。そうですね、もう旧車とかもう古いアメ車とか大体こう、うん、赤とか青とか色使ってるの多いんで、うんうん、あ、これちょっとこれ買いたいと思います。いいですか。はい、どうぞ。1000円買っちゃいます。じゃーん、ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。あと何か他に、おすすめ商品などございますか。そうですね、もうあともうハワイのライセンスプレート、うん、ナンバー全部ハワイなんですね。全部ハワイです、まあ、ハワイに特化したことやってるんで、はい、あ、ハワイに特化したことをやられてるんですね、はい、沖縄行ったら1枚6000円ぐらいしちゃうんで。え、これですか。はい、6000円もするんですかこれ。はい、でペアで2500円です。ペアで2500円。 RW レインボーとか。いやいや、関係なく。関係ないですか。はい、あ、これ要は前後ってことですね。そうですね、はいはい、前後ですね。なるほど、全部ハワイナンバーと、まあ、ハワイに特化したライセンスフレーム。あ、これ、はい、はいはい、これにも合うんですかね。
合います。 US サイズなんでもうぴったりです。あ、ぴったし釣りますね。え、日本車のナンバーにも合うんですね、これ。いや、合わない合わないです。日本のナンバーの方が大きいんで。あ、そうなんですか。はい、じゃあこれにつけて楽しむ感じ。そうですね、イベントで着せ替えてとかいう方も結構おられますね。イベントでね。でこれはリトルツリー。リトルツリー、今もう値段が上がっちゃってて、はい、うちも今回全部200円で、うん、全部200円。200円ですか。安いです。なんか、ね、かなり安いと思います。人気ですよね。人気ですね、うん、定番商品なんですけど、はい、まあうちはだいたい200円で売ってるんですけど、もうよそに行ったらかなり高いこと言われちゃうんで。これ何の香りなんですか。それバニラですね。バニラ、はい。同じこれでもいろんなのがあるんですか。あります。なんと何があります。あのバニラはこれだけですね。あ、バニラはこれだけ、はい、であと、まあ、ハワイとかでよく売られてるヤングリーフ、うん、ヤングリーフってどれですか。これそうですね。どんな匂い。若葉マークですね、結局。あ、匂いはもういろいろあります。あ、はい、これいいな。これもいただきますか。ぜひぜひ。200円で200円で、はい、なんかどうぞ。いいな、駄菓子感覚で買えちゃう。他にもなんかいろいろ取り扱われてるんですか。今日持ってきてるのはこのぐらいですね。だいたいあのお店の方ではいろいろグッズ扱ってるんですけど、はい、はい、あのインスタグラムとかもされてる。あ、やってます、やってます。あ、じゃあそちらであの紹介していきましょうかね。ああ、ぜひぜひ。あのまたまた YouTube 概要欄の方にあの PS ファクトリーさんの方あのインスタグラムとショップ URL 添付しておきますので、そちらからチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。それでは、はい、本日主催者のジンギさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。いつもいつも YouTuber 見てます。いえいえいえ、楽しみにしてます。なんかあのお店の紹介とかしてくれるやん、うん、あのギルティさんだったりとか、うん、あとね、うん、他のお店とかとその商品を見てね、ついつい欲しくなるのよ。あ、そうですか。いや、ほんとマジでさ、やったね。あの今までそんな一生懸命見て、一生懸命ってすごい失礼だけど、こうさらっと見るぐらいだけど、なんかこう最近ちゃんと見るようになったら、なんかえらいこう説明してリーズナブルですねとか言うと、お、なんか、あ、俺も欲しいよなっていうさ。マジですか。いやいや、スロットルワークスのなんか赤いトレーナーとか着ててさ、あ、なんか俺もあの赤いの着てよなみたいなさ。いやいやいや、だからなんかよくわかる、みんながこうね、ああいうのでこう、ね、なんていうの、インフルエンサーみたいな、はいはいはい、でこうなんか紹介すると物が売れるよなっていうのは、うん、なんとなくこう最近よくわかるようになりました。じゃあこのお店行きましょう。ありがとうございます。ジンキーズです。なんかいろいろ面白いね、ね、ね、相変わらず、うん、もう本当今日のイベントにぴったりなものですよ ね、 全部ね。 M&M's って意外と昔から人気があるんだけど、はい、あの何でもね、こう日本に正規代理店ができたりするんだけど、はい、M&M's は人気がある割にはそれができないから、うん、やっぱずっとアメリカから入れたりして、まあ、そうなんですね、うん、やってます。はいはい、 M&M いろいろあります。こっちはこっちはあといつものそうインナントバーガーって言ってね、はいはい、やっぱカリフォルニアに行くと、はい、ね、やっぱりこうみんな食べたがるっていうね、はいはい、あのよくよく考えると大したもんでもないんだけど、でもあのカリフォルニアで食べると美味しいというさ、ね、大人気です。アメリカも感じます。この間大谷君とかもね、なんかこの食べて、はい、なんか宣伝じゃないけど、あ、そうなんですか、インナウトバーが大好きですみたいなこと言ってたりして、はいはいはい、これ気になるんですけど、これ、あ、これね、コロナビールで、あの本当のビールじゃなくて塩コショウを入れるように作られてるやつ。そうなんです。あ、だからちょっと小瓶なんですね。でもこんなアメリカ人こう二口ぐらいで飲んでしまうぐらいサイズだから、もう塩コショウ入れれちゃう。そうなんです、そうなんですよ。これ可愛いですね。可愛いです。これ 50% オフで、はい、定価が1500円が750円で。今日750円。で、これなのちゃんとした正規品で。はい。うん、で、お買い得ですね。そう、この箱まで洒落てて、はい、箱までこのこれ用でちゃんとしたコロナと同じ箱で、はい、ちょっとちっちゃめで作ってあるっていうさ。さすがジンギさん、面白いと思ってますね。なんか。これもついてるんですか。そう、これはね、これは本当のコロナの瓶、これ日本のね、コロナビールの本当の瓶だけど、はいはい、うん、メキシコのビール、うん、で、なんか日本でいうとお盆みたいな時にこういうのをこう着せるんだって、食べ物とかお供え物みたいな、はいはい、あ、お供え物、ね、そう、それがコロナビールからちゃんと出てるやつです。おしゃれ、600円。600円、はい、おしゃれですね。あれはそのあ、これはね、うん、ビールサーバーって言って、いいですか、見せてもらって、うん、
日本でもあるでしょ、アサヒとか、はいはい、キリンがいいです、アサヒがいいです、はい、みたいな生ビールのサーバーのね、うん、アメリカってビールの種類、日本は 4,5 種類ぐらいしかないけど、はい、アメリカって地ビールが盛んなんで、うん、もう、ね、何十種類って飲み屋さんに行ったらビールがあるんで、うん、自分のビールをそれぞれのメーカーさんがアピールしたいんで、はいはい、ノブをこうやって凝るんですノブジャーって入れるんですね。で うちはここに置いてますよみたいな、はいはい、で地ビールのめちゃくちゃかっこいいですねこれ、はい、でそれをみんな車のシフトノブとかにしちゃうっていう、はい、バイクのシフトノブにしたり、うんうん、そういうやつで、シフトノブじゃなくてもかっこいいですね。ね、かっこいい、かっこいい、ね、4,800円。なんかドアのノブにしてる人たちもいたけど、ヒラーとドアの、はいはい、こちらも4,800円。いいな。例えば出てます、ね、そうそう、こういうヴィンテージなんですかね、はい、ブリキの、うん、おもちゃだけど、うん、だいたいほぼほぼメイドイン USA です。 USA、うん、だから70年代ぐらいまでかな、うんうん、80年代ぐらいに入ると台湾製だったり日本製だったりするんで、うん、はい、でもう90年代以降はもうほぼほぼメイドインチャイナなんで、あ、チャイナ、うん、重たっ、すごいですね、なんかこれサスありますよ、ちゃんとすごいな、リアル4500円とリーズナブル、これなんかやれ具合もいい、そうそう、やれ具合もいいです ね、なんかナチュラルで、これ何年代のおもちゃなの？これでも60年代でしょ。車の年式でそれくらいですよね、はい、あの古い車とか出さないんで、うん、みんな新車のモデルみたいなんでこんなのって出すと思うんで、うん、こういうシェビー版とかも、ね、うん、70年代ぐらい、うん、70年代初頭だよね、はいはい、あとなんかスケボーに、あとね、そう、当時の僕らがスケボーって今当たり前だけど、うん、僕らが子供の頃にできたスポーツというか遊びだからね、なんで僕らが実際こういうのに乗ってたもんね、うんうん、でアメリカからいるんですね、かなり、うん、リーファーマーみたいなね、ローラースケートとかも知ってるかな、はいはい、東京ボンバーズとかさ、うん、ああいうのが流行ったのもこの時代だもんね、はいはい、この椅子とかもね、そうね、 すごいおしゃれ、モンローのショックです、ちょっと 座ってちゃんとサスペンションみたいになってるさ、効いてますね、車のサスペンションのメーカー、ショックのメーカー、モンローっていうところのモンロー、なんていうのかな、代理店とかに配られた、当時配られた椅子ですね、はい、非売品の、いろんな整備工場とかにあったようなやつ、はい、え、これいくらなんですか、58,000円、58,000円、いや結構するけどやっぱかっこいいな、うんうん、やっぱアメリカ人 の巨体が座っても壊れないっていうような作りはみんなしてあるんで、さすがジンギさん、なんか面白いのがいっぱいありますねいやいやいや、去年から始まったやつですけど、はい、久留米100年公演、はい、1月5日、うん、ショー&スワップって言って、こう車も一緒に飾れる、乗ってきたお客さんの車も一緒に飾れるスワップミートをやります、うん、で今度3月は30日にいつもの天城水の文化村でサクラメントスワップミート、はい、こっちも行います、はい、よかったら皆さん遊びに来てください、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは主催者のジンギーズ、ジンギさんでした、ありがとうございます。アメリカングッズ盛りだくさんの面白いイベントでしたね。それではまた次回お会いいたしましょう。最後までのご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。